どうも、クーニーです。長崎です。松本里奈です。今日は3人でコラボ企画となっております。イエイ。今日はですね、みんなで一緒にソフトボールをやりたいというふうに思っております。イエイ。ソフトボール。さあ、ソフトボール元日本代表、ベストナイン6度輝きました通算打率3割5分7厘の長崎さん。よく覚えてますね、すごい。皆さん、今日はですね、はい、祭りのからお願いでして、はい、元ピッチャーの長崎さんにピッチング練習、ブラッシング指導をしてもらいたいそうです。高校までね、一応ピッチャーやってて。ですもんね、はい。で、かたや祭りのもともとソフトボール選手なんですよね。そうですね、中学校の時3年間だけソフトボールをやってました。はい。びっくりしました、急にソフトボールのブラッシングなどを教えてほしいって言われてそんなソフトボールに興味を持ってくれてたんだと思って、ちょっと嬉しかったです。で、ちょっと知らない方もいらっしゃると思うんで、まずブラッシングっていうのを説明してもらえますか。はい、ここら辺を肘よりちょっと下でこう軽く当ててるんですよ。この動作をブラッシングっていうんですけど、これを当ててここでスナップを効かすことでより一層速い球が投げれるっていう、まあ、技術ではないですね。これを投げないと速く投げれないので、基本的にソフトボールのピッチャーはみんなブラッシングをして投げます。で、この動きをまだ体得してないから教えてほしいってことだよね。そうですね。わかりました。じゃあ早速アップしてやっていきましょう。はい。さあ、そして今回ですね、ゴムのボール、3号ボールというのを使います。さあ、祭りの気合入ってますね。2試合目の練習試合、ずっとボール缶だったんですよ。マジで1日8本とか走ったことあります。すごいね。暑そうだね。暑いです。しかも軽いんで、マジでこれいいです。お、これはそうです。祭りのモデルのローニングスのオリジナル迷彩。はい。ローニングスの迷彩めっちゃ好きで、なんか女の子なんで柄とか大事にしたいなとか思って、うん、柄が多いんで、ローリングさんめっちゃ好きです。ちょっと疲れありがとうね、バテながらローリングさんを飾ってくれて。みんな買ってください、ローリングさん。他の商品もいいのばっかりなんで。黒が一番好きなんだよね。黒好きです。で、なんか赤も着たんですけど、中央のユニフォームめっちゃ合いました。そうだよね、絶対合うよね。めっちゃ合うと思って、紺色も可愛いんですよ。で、青もいつもと違った自分なんで、めっちゃいいんですよ。とりあえず全色おすすめです。長崎さんもめっちゃ可愛いです。あれ、自分も欲しいです。長崎も欲しいです。イメージは、私は左ピッチャーとか左利きなので左なんですけど、右利きの方は逆で考えてもらえたらと思うんですけど、ブラッシングってこう肘よりもちょっと下の方で当てるイメージで、自分のこの左足の前でボールが離れるみたいなイメージで、そのタイミングで、まあ、肘から下のラインをここら辺に擦りつけるみたいなイメージ。こういうイメージです。あ、もう自分のグローブにそういう風にまずは叩くんですか。まあ、こっちの方が確認はしやすいと思います。そう、イメージだとこういう感じだ。こうだと当たらない。ちょっと、うん、少し曲がって、ちょっと曲がって。おお、かわいい。おお、でも本当肘なんだな。肘とか、まあここに当たり、肘の骨とかに当たりすぎるとすごい痛いので、それよりももうちょっと下、グッて力が入れて膨らむところ。結構できてるように見えるんですよ、長崎さん。うん、当たってはいる。その当たってる場所がブラ、うん、いい場所だったらすごいピュッて速い球いきやすい。でもこれ、長崎さん、これ結構いいですよね。場所から当たる人ってなかなかいないので、うん、おー、ずっとなんかピッチャーのやつ見て練習してたんですよ。あ、してないめちゃ好きやん。したくてずっとピッチャーやりたかったんですけど、できなかったんで、ずっとかでピッチャーのやつ見てピュッてずっとやってます。え、ちゃんと当たってるね、その肘の下に。これ痛い？痛くはない？あ、
でもやりたての子はここに青字ができたりとか、こことかちょっと後ろに当てちゃってここが腫れちゃったりとか、それこそここの肘の骨が変形することもいるので。マジ？結構職業病だね、うん、すごっ。うまいね。それちょっと素早くしたらどうなんの？素早く。でも当たってるとこが違いますね。ちょっとね、まあここら辺になるのかな。まあでも本当に人それぞれなんですよね。ちょっと後ろの子もいれば、もうちょっと下の子もいるし、はい、まあ基本的にはまあちょっと自分の足よりもこう、こっち巻いたら利き手の方の足よりもちょっと前で擦りつけるイメージで。じゃあそれが後ろすぎても良くないですか？良くないわけじゃないですか。人によって違うので、上投げと一緒でどこでこう出すかじゃないですか、うん、それと一緒なんで。だけどこうちょっと足よりも前で擦りつけるってイメージがいいよって、はいはい、トヨタのウッチーヌじゃないですか、オリンピックの、はい、出た後藤美優選手に教えてもらいました、はい、じゃあ確認的にはもうこの辺の位置にが、まあ、オーソドックスとかも普通かな、はいはいはい、一般的かな。じゃあまずはそこに確実に毎度毎度安定して当てれるようにしていく方が良さそうだね、はい、でしっかりこうやっぱ回さなきゃいけないんでイメージ的にはここにこう、ま、丸とかボールがあると思って、大きいボールがあると思って、ボールがあると思ってこのボールをの外側をこう沿わせるように、ボールの外側を沿わせるように投げてくると自然とこうボールがこういう向きで来るので自然とこの場所にたどり着くというか、イメージかな。ボールを沿わせて、ここに大きいボールがあると思ってボールを沿わせながらこういうイメージ。手首は特にロックしてることもないんですか？うん、あと多分変化球投げたりだとかっていうのでこう向きなのかちょっとこう、こういう向きなのか、人によって多分その自然な向きっていうのは少し違うかもしれないです、うん、うまい。もうできてるよ。慣れなかった、差し込まれなかった、はい、投げさせてもらえてはいた。いや、なんか守備がいなくて。あ、たまにピッチャーもさせてもらえるとこではなかったの。ピッチャーやめた人ってこともあるんですか？守備に転換した。高校の時までやってて、実業団行くからこう高卒で行ったから小さいし手も小さいし、もう通用しないと思った、まあ、バッティングが好きだったからそっち1本で行こうと思って、普通にセレクションとかもピッチャーとかもまずやってるとか言わずに外野とバッティングだけで受けに行ったとか、おお、おお、すげえ気持ちよさそうやな、なんかボールがスイーって言ってるね。球速っ、長崎さんの。怖いって、こう、どっちかというとこうかな。うわー、強い。ちゃんね、センスめっちゃあります。センスある、もうできてます。できてるなかなか結構難しいんですけど、やっぱソフトボールの経験者だけあってもうブラッシングできてますブラッシングマスターしちゃった、しました。なんかコツを、でも自分は今までめっちゃ当たったりとか一人で練習してる時はアウターできてたんですよ、うん、けどこのなんかちょっと曲げてとかこのここをみたいなところを、あ、腕の角度を変えたらうまくいきだしたんだ。はい、なんかいつもよりシュッて離れるようになって、これだみたいな感じです。肩は痛くないの？痛くないです。下投げって痛くないんだね。
おお。いい。はーい。足ここに。行こうありました。おお。粘るねー。おお。高い。おお。早い。なんか今すぐ少し回せ方が。おお。あ、でも。なんか。おお。ちょっと早めに帰る。思ってるのは早めに帰る。引っ張るぐらいで。おお。おお、そうそうそう。いいね。ナイスバッティン。おお、惜しい。あー、ナイスボール。コースがいい、コースが。本当にいけるよね。あれ。悪いですね。悪いやったな。ナイスボール。ストライクだけどボールということで。ごめんなさい。最高のコースでした。ナイスボール。踏み込みがすごい感じ。大丈夫、外上げるから大丈夫。おお。ありがとうございます。ということで3打席対決してみましたけど、祭りのいかがでしたか？すごいですね、本当に。自分も腰が引けちゃってめっちゃ普通にストライクなのをこうやって、もう全部ここについてるんですよ、足が。うわ、こうなのに。めっちゃオープンスタンス。そんだけね、やっぱ威力あるんだね。回転確かしてたし、何コントロールいいですね。まあでもこのぐらいの速さだからってのもあります。なんかもう元々多分今の投げてるので、まあ、中学校の子とかですかね。私が高校の時もあと20キロちょっとぐらいは今よりも速いので、100キロは握力が40以上ぐらいあれば。握力は？いや、現役の時なんでよ、分かんないです。現役の時は53ぐらい。 53? 現役の時だったら行ったかもね。すげえ。でも今は全然落ちてます。でもブラッシング普通にピッチャーとしてね、ソフトボールだと投げても肩痛くないということやからね。なんかこういう風にまた野球とかソフトとか楽しく場合はソフトの方がね、もしかしたら良かったりするかもしれないから、今日はいいきっかけになりました。はい、楽しかった。はい、長崎さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。そして今お二人が着ているこのアンダーシャツ、はい、お二人がデザインした新発売のアンダーシャツとなっております。ローリングス製のオリジナル迷彩アンダーシャツになっております。こちらが長崎さんデザインのシャツ、はい、でこっちが祭りの監修クーリンがデザインしたオリジナルの柄になっております。こちらですね、ベースボールタウンさんで1000倍となっております。オンラインショップから購入できますので、ぜひ皆さんこのグッドなデザイン購入したい方はお求めください。カラーは今着てるのが長崎さんがロイヤルブルーの、祭りのがブラック、はい、この他にレッドとネイビーもあるそうです。柄の部分はですね、ユニフォーム着ると見えませんから、非常に合わせやすい4色展開となっていますから、皆さんぜひベースボールタウンさんでお買い求めください。今日の動画は以上です。
がまとわぬ場所めがけ朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく気持ちは負けたくないから駆け出すあの土の上で輝く。